前回のカズクラ、カズさん、視聴者さんから帯電クリーパーを作ってほしいっていう依頼がいっぱい来ていた。よし、わかった。みんな作ってやろうじゃねえか。頑張って作ってみて、さらにギミックを組み込んでみた。さて、本日はできているのかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、前回、おガチャンとか言ったな。前回はですね、立派なものできましたよね。それで結果はというと、そうですよ。こっからスタートしてるってことは、出ませんでしたよ。いやー、2、3時間あの後ほっといたんですけども、やっぱダメな時はダメみたいっていうか、結構やっぱ厳しいらしいね。今日は見えるかな、こっちの方からね。天気のいい日はね、ちょっと奥の方にね、見えることもあるんですけども、見えた、なんか伸び始めたわ、白いのが。あー、来ましたね。あれがですね、デンクリちゃんね。帯電だ、帯電。帯電クリーパータワーでございますよ。また今度ね、一晩とかね、ちょっと放ってみるから、またできたらね、ご連絡したいなと思います、ペコリ。いい色だなぁ。いやぁ、いいモニュメントだわ。ただやっぱ奥のね、砂山がね、邪魔だよな。今度壊すか。ではその前にですね、おいちみ。あぁ、よく寝たー。さあ、ではですね、本日も建築頑張っていきたいなと思うんですけども、最近もですね、コメント多いんだ。前々ちょっと話したと思ったんだけどね、このコメント、セフォさんはどうなったんですか？知りたいです。いや、ちょっと名前出すとあれだからぼやかしておいたけども、元気ですよ。あれ、前、もうなんか、先々週だったかな？セフォさんと動画撮ったからね、罰ゲーム付きのやつ。いやー、あの罰ゲーム楽しかったなー。またそれはね、ちゃんと動画で上がってくると思うから、皆さんね、それなんか待ってください。あの方はですね、YouTuber だけど、アーティストだからね。アーティストってさ、たまにね、活動を休止するでしょ？同じですよ。動画とかもある意味ね、アーティストな感じするでしょ？そういうことなんです。YouTuber っていうか、アーティストだから、そこら辺はですね、皆さん、温かい目で見ていきましょうっていうか、アーティストはそんなもんでございます。そんでですね、本日はね、いろいろ情報を仕入れてきてるんでございますよ。いやー、ほんとよかったなー。実はね、これです。そうですよ。いやー、これ残念。カズクラのワールドじゃないんだねー。はい、実はですね、マグニーのワールドに久々に遊びに行ってたんでございますよ。多分動画とか上がってるだろうから、下の概要欄の方に貼り付けておきます。いや、私より後ろにね、始めたってことで、まあ、私の後輩ではあるんですけども、まあ、どんな感じなのかはね、まあ、動画の方見てみてくださいませ。ほんでですね、今回はね、一つね、インスパイアしてきたんですよ。インスパイアされたか、下準備しておりまして、ほら、見てください。何？あ、今日はいつもより、結構準備してるんだって？今だから言うけどさ、そうだよ。途中まで行って録画してないのを気づいたよ。ああ、やっちまったよ。やっちまったよ。なんで録画してなかったんだよ、さっきさ。中途半端に進めてしまったじゃないかよ。まあ今ですね、まあ今回何をやってんのかというと、まあ、シソさんソップでございますね。シソさんソップ。こんな感じでですね、間に、シソさんを一体ずつ配置して、ほんで、しかもこれ、いいシソさんばっかりだからね。このシソさんはね、効率強化の鬼のシソさん。こんな感じですごいシソさんを固めてるんでございますよ。な、あなたも行きましょう。あ、まずい。幽体離脱来た。幽体離脱来ましたね。まあいいでしょう。幽体離脱も。よーし、こんなんでいいのかな？こんなんで。ほんで、横を、これ。よーし、オッケー牧場。こんな感じで、あと2体分だな。2体分並べていきます。まずはね。あー、ほんで、これどうしよっかな。ちょっと待てよ。この師匠さんは、ちょっとここでね、行かせていただきますかね。で、ちょっとね、区切り線つけといて、で、ラス1体。よーし、今度、オッケー牧場でございましょう。そんで今回ですね、イベントが起こると怖いので、実はね、持ってきたんでございますよ。後ろにですね、置いたろうかと、これ。ゴーレムさんを置いて、まあ、万人でございますね。では、呼び起こす。来た。あ、まず。あ、まず。あ、やっべ。まず。大丈夫。ちょ、待って。まさかの事態が。ああ、危なかった。よかった、無事で。ありがとうね、本当にね。蘇ってきてくれて。いや、ちゃんと戻そう。ゴーレムさん、内側の方にね。よーし、こんでね、もう出ることはないでしょう。あとはここ、ガラスでも敷いときますかね。窓ガラスね。ちょっと暗いだろうから怖いだろうもんね。な、ここはね、後でね、横に窓ガラスでも敷いときまーす。さあ、ではですね、こっちの方もやっていきましょうか。っていうか、一回リスタートしよう、これ。
さーて、おーおー、戻ってきておりますね。な、ここは出題でございますよ。本屋さんということで、本棚を設置していこうかと思うんですけど、正面からゾンちゃん来ても困るからね、これね。やっぱここは仕方ないよな、マッツーでここはね、仕掛けていって、本屋さんだからここに本は必要だよな。ほんで、下段に白樺でもちょっと置いておきまして、あ、こんでいいかもしんないね。ほんで上はね、もうこれでいっか。あ、でも上とつなげて、まあまあまあ、でも仕方ないよな。こんでいいか。うん、悪くない悪くない。ほんでちょっと待ってね。今、ちょっと後ろ入ったり、いろいろ忙しいな。ね、まずここに窓ガラス入れるでしょう。ほんでまあ、後ろ明るくなりました。あ、ほんでせっかくだから、シーランタンもちょっと入れておこうか、これ。ね。こうやってとりあえず湧き潰しも OK で、OK 牧場でございますよね。よいしょ。よしよしよし、いい感じになった。あとはお前さんのとこも、横にね、こうやって敷かせていただいて、ここもこうだよな。こうしてこうして、ほいほい。っていうか、真上に設置すればよかったのか。ちょっと待って。真上に照明やった方がかっこいいよね。こうか。マフギーノもこうなってたっけな。ほいほいほい。ぽいっと。で、こうすればいいのか。あ、やっぱりできてきた。ね、ほいほい。ほいっとー。いいやん。いいやないか。カラーの、こうやってみ。あー、遅れた。さあ、ではですね、もうちょいっていうか結構よく仕上がりましたな。あ、天井これ汚ねえよな、これ。ここもなんとかしたいっていうか、天井これ低くするしか方法なくない?これ。ここも白系で頑張っちゃうの?でもせっかくだから持ってくるか、これ。ちょっともったいないんだけどね。今23枚ここにあるね。で、23じゃ絶対足りないと思うんだけどな。まあ上張れないからこういうことだよね。ちょっと天井は低くなっちゃうけどね。まあまあいいでしょう。閉鎖的な空間でね、本の販売やってるんです、ここは。あったあったあった、ネザーね。ああ、あれ、64ブロックあるわ、これ。ああ、意外に大丈夫ですね。あ、あとはでも床面もね、ちょっと頑張りたいなと思ってまして。実はね、これ絨毯作ろうかなと。ほんで、いっぱいできるよね。ほんで、次はね、これでもっぽいと。そんで、さらに言うと、まあ、こっから絨毯始まると思うんだけど、まあ、ところどころにですね、シーランタンを埋め込んで、明るさもね、ちゃんと確保していきたいなと思います。ちゃんと端っこをね、照らせるようになっておいた方がいいからね。こんな感じでいいのかな?余計な穴も埋めまして、よいしょ。ほんで、シーランタンを設置する。よいしょ。カラーの、カーペットでございますね。どうしよう。互い違いにやるかな?それともボーダー柄に、いや、互い違いがいいよな。互い違いでいきましょう。いいねー。からの、白カーペット。おー、いいじゃないかよ、これ。そんで次がラストの仕上げでございます。よいしょ。こんで足りるかな?ポイッと、あ、十分だわ。何すんのかというと、いつもね、結構これ大変なんですよ。どれがどの司書さんかね。というわけで、あなたはね、入れ食い、耐久力。あ、この人ね、耐久力3欲しかったけど、2、あれ、上置けないな、これ。あ、ここも置けないな。え?なんとかしておきたいんだけど。一個上の場所どんな感じになってる?なんか全部なんか微妙だな。微妙に上が見えるってどうなんだよ、これ。まあ、いっか、微妙に上が見えたってね。なんか集まってきてんな。あ、やべ。この司書さんについてはいけないな。やっぱこれ、ゾンちゃん入ってくる覚悟で、ここね、警備をちょっと増やせばいいだけの話だもんね。変えていきましょう。普通に、これで揃えて、デザイン揃えちゃって、あなたちょっとじゃ邪魔なんだけどね。よいしょ。で、ここに、ポイッと。下にカーペットあるからいけねえのかよ。いや、いろいろ大変ですな。なら、向かって左か右のやつにね、やっていくのがまあ一番だと思うんですけども、向かって左側の方にね、設置していきましょうか、これ。いや、右側になるのか?あ、ここだったら何の問題もないよね。ここに貼り付けるか。な、ここが、ほい。はい、耐久にできました。な、この調子ですね。ちょっと分かりにくいろ、お前な。やっぱこっちにしよう。あー、分かりやすい。できるとこは、これでいきましょうね。耐久に。あなたは?あ、修繕か。あ、修繕にシルクだって最強だね。ほい。あなたは?ほい。ほい。
ポイッと。さあ、こんな感じで出来上がりましたね。ちしょさんソップでございます。めっちゃ便利になりましたやん。いやー、これでですね、またね、いいちしょさんがいたら仲間の方に呼び寄せていきたいなと思います。ほんでですね、今回のインスパイア先は、下の概要欄の方に、私遊びに行ったやつね、貼り付けておきますので、多分ね、まだまだね、インスパイア来ると思う。もしよかったらまた見てみてください。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。バイバイキーン。